はい、タバトーク、よっしゃさあ、ちょっと温度感があれですけど今回すごいですよ。いや、何ですかこれは。ゲストがいますよなんかもう、メインのツイッターアカウントですやめてもらえる、なんかあれちゃんと消しとけよ、終わったら恥ずかしいから。個人アカウントでやれよそんな少ない人数のところでさ、告知してもしょうがないじゃんいや、何人来たの今回。いや、すごいですよ、もう800件ぐらい。800件、結構来てましたよすごいよね。100件も来た。で、その中から出演できる方で、こう回答を見て、はい、えりすぐりの5名ですからそうなの、たちね。どういたいの好みで選んだわけじゃないの、うん、違うんです、僕と須藤で競技を重ねた結果よりあのタバコ嫌いが伝わったなっていう方とか、そうですね、はい、まあ、女性だったり、海外在住の方であったりあとあの医療従事者を目指してる方であったりとか、こういろんなね意見をね、意見が、いろんな方がいるんですね。じゃあニューズピックスですかこれ今まで狭いコミュニティやってましたからね、はい、だからこう戦う相手が今はっきりしてるから今回5人のね、はい、あの方に出演していただいてるんですけど、まずしゅんさんから、現在医療従事者の医療関係の学生でいらっしゃるということですかね。はい、そうです。よろしくお願いします。今、いくつですかな。今、4年です。4年生。23歳です。なるほど。で、タバコも吸わないし、吸ったこともないと。はい。了解です。画面越しでもやっぱこう、気にしてんのかな。マスクがね、マスクがね。似合わないですよ、さすがに。はい。じゃあ続いて、みちるさんが、現在大学3年生のせいで、はい、もうアンケートから伝わるぐらいタバコが嫌いだったの怖いよなんか、はい、ラスボスになるかもしれない。結構一番苦しさぐらいの一番ちょっとね怖いわこんなおっとりしてる確かに、はい、じゃあ続いて、ゆいさんは実はかつてタバコを吸ってたと。今はおいくつですか。今23です。で、大体どのぐらいの期間吸ってたんですか。1年半から1年半。1年半。聞かました。え、この方が海外の方。いや、違う。海外からだから止まってるわけじゃないですよ。だからロスぐらい電波悪かったけど。はい、じゃあまあ、1年半ぐらい吸ってたと。はい、はい、はい、お願いします。お願いします。で、続いて、海外在住のまさとさん。こんにちは。じゃあ、この人が一番回線良くない海外在住なのにリモート慣れされてるかもしれないからね、はい、まあ、海外でどういう風なタバコ事情なのかっていうのも知れるかなって感じで。で、最後に、リカさん、はい、はい、リカさんはタバトークの意見に対してちょっとやっぱ反論があるというかないやとお前未成年だろどうせお前絶対未成年だろ、まあ、未成年の方よ。タバコ吸ってないから別に未成年でもね、うん、という5名の方に、はい、出演いただいて、ここからちょっと、はい、まあ、タバコを吸う側と吸わない側の意見をね、はいはいはい、やっていこうと思うんですが、どうですか、まずどういう切り口でいきます。まあ、喫煙者についてどう思いますかという、まあ、アンケートに対し、じゃあしゅんさんが割とちょっとこう論理的に医療的な立場から切り込んでくるの、切り込んでくるのもじゃあちょっと読ませていただきますが、まあ、吸うかどうかは個人の自由であり、その人が吸うことでメリットがあるのであれば副作用を十分理解した上で吸っていいと思います。私は医療従事者を目指していて、患者の中でタバコによって人工呼吸をつけている患者をいっぱい見てきたので、喫煙はやめた方がいいと思ってますが、人生はその人のものなので、まあ、個人の自由だと思いますと。なるほど。一つ聞きたいんですけど、その、あれなんですか、その、本当に体に害はあるんですか医者じゃなくても分かるだろう。いやいや、その、なんていうの、本当にね。この年とかで、うん、害は出てくるものなんですかね。うん、あ、ま、僕がやっぱ見させていただいてた方はやっぱ50代以降からの方が多い。ツケが回ってくると、はい、そうっすよね。で、あのよくあの禁煙外来みたいなのを CM で見たんですけど、はい、そのタバコやめたらそのやめてた分の寿命を取り戻せるって研究データが出てるみたいな
っていうのを聞いて、だったらいつ辞めても一緒じゃないかなと思うんですけど、タバコ辞めたら辞めてた分のね、そう、寿命が戻ってくるみたいな。がんとかだったら、がんできたやつを取り除けばやっぱなくなったりするんですけど、はい、肺はもう一度壊れたらもうそこの部分は壊れたままで直すことできないので。なるほど、そうなんだ。はい、なるほど。まあまあ普通になんかこのね、やっぱ医療ってそもそも税金ですから、そのタバコによってその医療費の税金をまあ使われちゃっても困るというか。なるほどね。はい、他にもじゃあ。でもちょっと待ってください。その今の、はい、じゃああの、誰だっけ、あの、なんかタバコ吸っても別に病気にならないっていう本を出してました。武田先生。武田先生っていう人がいるんですけど、その人はなんか本でタバコは害はないっていう本を出してるんですよ。タバコは1日20本まで吸っていいっていうその武田先生の名著があるんですけど。その本読んでなかったら読んだことあります？しようないよ。ベストセラーでもないんですか？あ、そうなの。読んでて当然の本ではない。あ、そうなんだ。というかまあそもそもやっぱタバコは体に悪いものだから、うんうん、そんなに胸を張って吸えるもんでもないというか、うん、それは分かってるんですかっていう。分かってますよ。分かった上で吸ってるんだからいいじゃないかって、しゅんさんと同じ意見です。そこは同じ意見、それは。なるほど。じゃあちょっと同じ意見じゃない方もいるということで、あのまあいろいろあって、まあ正直早く亡くなってほしいですと。これ誰出にくいかもしれない。これさ、犯人探す。いやいやいや、でこれ誰その過激派の方は。あ、私です。お前やばいな、やっぱ。何があったんですか、その。なんか普通に生きてるだけで臭いんですよ。臭い。はいはいはい。なんかいくら香水とか振られても臭いも臭いし、はい、タバコ吸ってる方って息もそのタバコの匂いがしてくるんですよ。はい、息をするだけで臭いんですよ。だから。なんかバスとか電車とかで近くに来はったらすごい嫌ですね、うん、あ確かに。まあでもそのなんかシンプルに臭い人もいるじゃないですか。とか普通がね、はい、あの普通におじさんとかだったりしたらそれと同じじゃないですか、はい、うん、はい、匂いが違いますけど、まあなんか不快感指数的にはタバコの方が高いです。タバコの方が深い。ちなみにアイコスとかでもダメですか？アイコスなんか独特ですよね。ああ、結局臭いですか？それで臭いですね。なるほどね。はい。いや、こっちとしてもあのアイコスとかはまあこっちの情報なんですよ。臭いだろうなっていうのでシャアのシャアイコスみたいなね。はい、ああ、なるほど。なのでそっちはやっぱ一歩来てほしいですよね。なんで臭い立場に歩み寄らねばならんのかなっていう。そういう世界だからですよ。それはこのようにタバコを作った人に言った方がいいよ。俺らがどうする問題でもないから。例えば僕らが2本タバコ吸いたいと思った時に1本我慢しますよ、うん、2本のうちの、うん、だから1本しか吸いませんよ。だからそちらも1本我慢してくれたらウィンウィンじゃないですか。お互い1本我慢するっていう意味で。そういう駆け引きをなんかちゃんとうまくやりくりしてってなんか手つないでやっていきましょうよっていうことを言ってるんですよ、こちらは。あ、これからちょっとこれ読み上げていくとテンポ悪くなっちゃうんで、はい、もしこの話していく上で意見があるときはこう挙手してくれてたら、あの僕刺すんで、はい、マサトさんが刺す。マサトさんが早速あります。早速いいですか？じゃあマサトさん、はい、あ、なんかその吸いたいからって言ってるじゃないですか。ただ、はい、まあいいんですよ。個人的に吸ってもらうのはまあ自分の勝手なんで、はい、まあ自分の寿命をこう1本につき6分ずつこう削っていくんでいいんですけど、他の人に害があるじゃないですか。タバコ、まあ確かに。そうですね。確かに。それがもうすごい迷惑で、うん、なんかあのフィルターなんで自分の方だけつけて、その人にはフィルターないから。それは俺たちが、俺は俺めっちゃいい。いやそれ理不尽よ。なんかさ、宇宙服みたいなのを着て、うん、中で吸う分にはもういいよ、うんうん、いや、まずはそうしてほしいです。それはでもあれでしょう、だからその歩きタバコとかしてる人たちに向けてとかじゃないんですか？居酒屋とかもそうだけど、居酒屋とか、居酒屋とか、ああもう吸える場所でも最新居酒屋とか、うん、なるほど、はい、
それはでもやっぱこう身内に敵がいるから、それはやっぱご自身で身を守らないとって思っちゃいますよね。いやでもまさとさんが言うには、喫煙者に対してどういうイメージを持ってますかっていうところで、仕事ができてない人とか自分のコントロールができてない人が多いイメージがあると。やっぱその中毒とかそういうなんかのに負けてるから。見ろよ登録者、俺たちの登録者は関係ないです。見ろよ、仕事できてんじゃないか。コントロールできてない人多いですよね。いやでもやっぱ世の中そんな人が大半じゃないですか。そいつを撲滅しろって言ってるんですか、マサトさんは。いや、まあまあまあ、え、なんかそのまたあなたも人を殺すつもりですか。これで、ね、極論に流されちゃダメですよ。マサトさん、ちなみにその海外ではどんな感じなんですか。はい、海外だとアメリカですか。そうです、アメリカです。アメリカだとまあなんかあんまりこうタバコをバンバン吸ってるっていうよりかは、どっちかっていうとみんなこう遊びとして大麻とかの方が吸われてます。種類にもよるんですけど、大麻、まあ、はタバコと違って、まあ、中毒性は少しあるのかもしれないんですけど、その体に害って意味では全然多分ないので、まあ、匂いは臭いんでどっちもどっちなんですけど、まあ、ようやくすると僕らに法を犯せって言ってるってことですよね。まあ、でもアメリカなんかそのなんかなんていうの、路上のさ灰皿めっちゃあったけど、うん、あったあった、まあ、吸ってる人もいますね。でも多分大麻の方が吸われてると思います。うん、イコスみたいな大麻もあるんですよ。法律とかを比べて日本と海外っていうか、まあアメリカだとこうどっちの方がこう社会的にタバコに対する厳しさみたいなのってどっちがあります？日本です。あ、やっぱ日本の肩に狭いと、うん、まあ、そね、やっぱその先進国ですね、タバコ。やっぱこうアメリカは、うん、多分切れると思います、その注意しても日本人よりも。まあそうそうそう、俺の勝手だろみたいな。確かに結構多分喧嘩とか、うん、怖いね。やっぱ世界一と言われたらアメリカはそうなんだから、やっぱそっちに合わせるべきだと思いますけどね。敗戦国の我々がとにかく言うことではないです。敗戦国とか言うな。俺も勝者に、勝者のルールに従うべきだと思います。敗戦国とか言うな。はい、じゃあまあこれが多分一番今後のあれになってくると思うんですけど、さっき左に上がってた土井谷さんがさ、こっちが歩み寄ってんだからお前らも一歩歩み寄ってくれよって言うじゃないですか。お前らと言ってないよ。お互い歩み寄ろうよ。吸ってない人も歩み寄っていこうよみたいな。はい、そもそもなんで吸ってない人が歩み寄る必要があるのかっていうことだと思うんですよ。この議題ちょっと負け低さじゃないですか。俺らも全然ね。大丈夫ですかね。当たり前ですか。それをなんかなんで歩み寄んなきゃいけないかを語ってもらって、反論があるなら反論してもらいましょう。いやそれはだってあの、まあ、僕らもタバコは吸ってますけど人間ですよ。うん、そんだけとやかく言われたらちょっと傷つくし。傷つくんですよねやっぱり。本当だよ、悲しいんだよ。まあまあじゃあ。まあ、僕たちはまあタバコを吸ってて、まあ、タバコ税っていう税金を払ってるわけじゃないですか。そう、それ。やっぱり税金をやっぱ誰よりも払ってるのにかかわらず、やっぱもうタバコも吸ってないで、まあ、税金も多少しか払ってない人たちに言われたら、やっぱこちらも、やっぱね、お前ら税金払ってんのかと。じゃあ俺が言いたいのは、あ、違う？あ、マサトさんが手を挙げた。あ、やばい、やばい、海外好きだから本当に怖いんだ、マサト。何倍じゃないんだよな、もうディベートが。どうぞマサト、何ですか。いや、なんかさっきの話にもあったんですけど、その医療費払って、はい、まあそのもしがんになったとかだと、はいはい、そしたら僕たちのが出してるくないって話にはなります。実際でもあれどうなんですか、あのシュンさん、あれ喫煙者の方がやっぱ病気になってる、あ、患者多いんですか。やっぱ肺のやっぱ病気はやっぱ辿っていったら結局タバコ吸ってたみたいな。それやめても、やめた人とかも含まれるんですかね。そうですね、やめても結局関係はしている可能性はあるかなみたいな。これに関して現にさ、コロナもさ、やっぱ喫煙者の方が重症化するリスクが高いって言われてたんで、うん、まあ、それ他に置き換えてもやっぱタバコ吸ってる人の方が医療費圧迫してるんで、いやでもこれはね、あのこれはあの陰謀というか言いようだと思いますよ、うん、そのかつての日本は、まあ、大半の人は吸ってたわけじゃないですか、うん、そしたらやっぱ患者はもっと吸ってたか今吸ってるかのもう二択にしかなんないよね、うん、吸ってない人が珍しいわけだったら。いやいや、そうだね。だこれぐらいの今半々ぐらいの世代になってどうなるかでやっぱ見ないと、これだから長い目を見て考えていかなきゃいけない問題だと思いますけどね、僕は。
なんか反論ある方いますか？いや、多分返す言葉もないんだぞ。いや、今のめちゃくちゃなことが多分もうめちゃくちゃすぎてよくわかんない。多分どうですか、じゃあ未成年のなんかタバトークにね不満があるとおっしゃってましたけど、リカさん、確かに未成年か、税金を、はい、税金を払ってるみたいな、はい、多く払ってるって言ってますけど、はい、税金は別に国民が全員払ってるんですよ。違うんですよ、ちょっと多めに払ってる、ちゃんと多めに払ってるっていう、しかも別に頼んで払ってもらってるわけじゃないじゃないですか。タバコで払いたくなかったらやめればいいんですよ、タバコ。いやでもやめられ、違う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 、あの違う、あ、これはちょっとじゃあこの先のちょっと話題につながるんですけど、あの喫煙場所が減ってるんですよ、吸える場所が。でこの吸える場所を喫煙者の税金で作ってほしいんですよ。それはいいと思う、うん、だから僕らが言ってるのはそういうことなんですよ、うん、僕らあの上にね、あのタバコ吸う人だけがお金払ってる空気清浄機があるんですけど、うん、タバコ吸ってる人だけが払ってるからその空気清浄機があるんですけど、これね、じゃあ岩田が国だとしてね、岩田にじゃあお前タバコ、お前らタバコ吸ってんだろ金よこせって言われて金渡して、さらに空気清浄機がないみたいな今状態なんですよ。でスタジオでどこも吸えないみたいな。日本だとね。でも喫煙者なんだからお前これ払うの当然だろって今言われてる気分なんですよ。かわいそうでしょ。ちょっと難しすぎたかなこの話は。ちょっとそれはなんか公衆、なんかその国民全員っていうか、その公害としてタバコの煙も公害だと思うんで、それに対しての、まあ、慰謝料って形で、まあ、税金払ってて思ってほしい。いやだからもう閉じ込めるような施設を作ってほしいんですよ。いやでもそれこ そのさっき岩田さんが言ったように、こう防護服かぶってやってくれるんだったら、もうそ自分でその防護服買えばいいんじゃないですかね。どこでも吸っていいよ。それはだってもう、そんなもあの世の末かも、めちゃめちゃ進んだ先でしょ。うん、あれはあの前吸ってたっていう、そうだ、ちょっと助けてくれ、ゆいさんね、ゆいさん。やっぱママを守らない人が、うん、その喫煙者でいる限り、やっぱ規制者全体が悪いみたいな、だからタバコ吸うなって流れになると思うので、それはまずはそのなんか、うん、もう歩きタバコもなしやらないとか、なんかその徹底をしてほしいんです、規制者側には、うんうんうん、でそしたらなんか私たちも、あ、じゃあ喫煙場所で吸うんだったらいいよみたいな歩み寄れるので、うん、と私は思います。いや、たあのなんていうんですかね、あの歩きタバコはもう僕はしないですけど、歩きタバコしてる人のまあ意見としてやっぱあれだと思うんですよ、喫煙場所がやっぱ減ってるってことで、まあ周りにトイレがなかったらタッチションしちゃうじゃんってことだと思うの。本当にないんだと思う。それはそこが悪いやつだけな。あ、そうそうそう、そこが悪いやつだけが喫煙所なかったらもう歩きタバコしちゃうみたいなやつらが増えちゃうから、うん、逆に減らすぐらいだったら増やした方がいいっていう、まあ喫煙スペースを置いた方がいいと思いますよね。でも正直さ、そのトイレがないから立ちションしちゃうっていうのもさ、もうトイレの数が少ないことは分かった上で外に出るんだからさ、トイレしてから外行けよって話じゃん。いや、してるよ、うん、してるよ、それはもちろん。まあだったらそう、歩きタバコも言い訳にならないじゃないですか。今喫煙所の数少ない、お前言ってんのは朝トイレしてから行けよ、そしたらもう夜までしなくていいだろって言われてるのも。それも整理的なペース配分をちゃんとして、その吸わなきゃ死ぬもんでもないんだから、わざわざ外で吸う必要もないんじゃないっていう、吸える場所についてから吸えばいいんじゃないですかっていう。